天智くんは何の話をしているの？初めて胸を揉んでみたら大したことなかったって話です。失敗すればするほど気持ちよくなれると私は思うんだ。相手の心を理解するのは難しいことだから。最初は手をじっくり観察してみて。指の長さはどれくらい？手のひらは冷たい？指を噛まれたことはある？噛ま覚えて。天智くんの目が見えなくなっても私の噛む力で私だってわかるくらいに覚えて。覚えました。天智くん、お願いがあるんだけど、いいかな？銃の悪魔を倒してほしいの。